エドワルト・エルガルド・ビチロス・セリは、ロシアの政治家。ドイツ人。1991年から2009年まで、スベルドロフスク州行政長官、知事を務めた。1937年10月8日、ソビエト連邦、ロシア連邦共和国の合力州に、生まれる。父親と祖父は、スターリンの大粛清により、無実の罪で1937年に銃殺され、 母親も逮捕されている。スベルドロフスク鉱山大学を卒業後、ウラル地方の建設現場で働き出す。ウラル総合技術大学大学院に進み、技術学博士候補となる。1962年スベルドロフスク鉱山大学に研究員として勤務する。1963年から1975年企業合同、タニルストロイに勤務し、この間現場監督。 生産部長、技市長などを務める。1975年に建設コンビナート、タギルチャシストロイの責任者。1983年に、建設コンビナート、グラブスレドラルストロヤの責任者を歴任する。1990年スベルドロフスク州ソビエト、人民大議員に当選し、同州のソビエト執行委員会議長に選出される。 1991年1月から10月まで、同ソビエト議長。同年8月のソ連8月クーデターでは、エリツィン支持に回る。同年11月論功交渉で、ソベルドロフスク就業政長官に任命され、ソ連崩壊を迎える。1993年7月、ウラル共和国構想を提唱し、住民投票を実施し、約80%の支持を得る。 しかしその直後の11月10日にエリツンによって行政長官を解任される。同日ウラル地域経済協力連合総裁に就任。1993年12月の連邦議会選挙で上院連邦会議大議員に当選する。1994年スベルドロフスク州議会選挙で当選。4月スベルドロフスク州議会議長に選出される。 1995年8月スベルドロフスク州知事の決選投票で勝利する。同年12月の下院国家会議選挙では選挙ブロック、祖国の変貌を結成し挑んだが敗北した。長らく反エリツィンの立場をとっていたが、これを機にエリツィン支持に転換し、1996年の大統領選挙ではエリツィン支持を表明した。 1999年スベルドロフスク州知事に再選される。以後、2009年11月23日に退任するまで18年の長きに渡り知事を務めた。ありがとうございます。